こんにちは、店長です。うがです。お元気ですか？もしですね、私がこれから剣道具を買うとしたら、どんなお店から買いたいかなっていうのを考えました。まあ、どちらのお店もね、まあ、当然うちの防具はいいですよってこう言いますので、そんな中自分だったらどうやって選ぼうかなっていう話です、今日は。というのもね、まあ、せっかく一生ものの剣道具なんだから、お店の人に言われるがままではなくて、自分でやっぱ納得して買いたいんですよ。一購入者として自分だったらどうするかっていう話を、考えてみました。まずはですね、はい。やっぱりたくさんのお店の中から選びたいですよね。私だったら、まずお店のね、いろんなお店のホームページ見たり、カタログを取り寄せたりして、まあ、いきなりお店に行くとね、ちょっとこう、期待させちゃったりとか、しつこい営業にあったりすると、まあ、うむってなっちゃうんで、まずはね、スマホで検索ですね。まあ、今の時代どんな買い物をするにしても、一度やっぱりネットで調べて、少しはですね、自分で、そのどんな剣道具が欲しいかっていうのをね、やっぱ勉強しますよね。はい。で、次はですね、どんなお店か。やっぱり実際にたくさん売れてるお店から買いたいですよね。まあ、誰も買わないお店、からは基本的に買いたくないっていうのが本音ですよね。私だって同じですよ。たくさん売れてるお店からやっぱり買うとですね、その防具がやっぱ回ってますので、それこそね、セール品で在庫処分をつかまされたりとかっていうこともないはずですよね。まあ、当店の例で言うと、ちょっとね、思ってたんですけど、まあ、手差し防具のね、専門店っていうことでやらせてもらってますけど、まあ、いろいろ聞いてると、まあ、取引先とかね、いろいろ聞いてると、自分で言うのもなんなんですけど、ちょっとやらしい話ね、まあ、普通のお店の、まあ、20倍ぐらい、手差し防具が売れてるそうなんですよね。まあ、その代わり他の防具売れてなかったりするんですけど、まあ、自慢でもなんでもないんですよ。やっぱり、僕も売れてるお店から買いたいかなと、そういうもんなんですよね。はい、じゃあ次は、売り込みをしないお店から買いたいよねと。まあ、強引なセールスをしてくるお店、セール品、在庫品を押し付けてくるお店からはね、やっぱり僕だったらさっさと逃げてしまいますね。だってね、いいお店ってそういうんじゃないじゃない。いいお店っていうのは、自信があるから売り込みなんかしなくても、口コミで評判が広がってるでしょ？だってそんなもんでしょ？うちから買ってくださいってこう、セールばっかりやってるお店っていうのはね、やっぱりね、売れてない証拠です。そういうことですね。はい。次はですね、安く、もっと安くの、まあ、激安店は僕だったらもう選ばないですよね。もう、そういうお店はね、もうね、卒業です。そこには、安く買えたっていう満足感しかもう残らないっていうのはね、分かってるんですよ。まあ、いろいろな買い物してるうちにね。はい。まあ、ちゃんとしたのが欲しいんです。安いのが欲しいんじゃないです。要はね、一番安かったからっていう理由で、一生ものの剣道具を選びたくないんですよ。やっぱりね、そう、買う側の立場としてはね、いつか手出し防具が欲しかった、体にビシッと合わせて作って欲しかったっていうね、特別なやっぱ思い入れがあるんですよ。次の稽古がね、ワクワクして待ちきれなかったりね、こう知らない人と稽古するのが楽しみになるっていうのは、そういうね、もう夢のある、そういう防具が欲しいってわけですよね。はい、次。やっぱりね、専門店から買いたいですよね。一口にやっぱ剣道具って言っても、実はいろんな種類があって、小学生用のセットだったり、試合用の実践型防具だったりね、まあ安価なミシン刺し防具だったり、大人用の高級なね、手出し防具だったり、やっぱりね、得意なお店っていうのは、その専門の分野でノウハウが全然違うんですよ。自分で売ってて思いますから。うちは手出し防具の専門店ですけれども、手出し防具だったらね、どこでも負けないですよ。でもね、実践型防具とか、絶対他店さんの方がいいと素直に思います。はい。もしね、万が一僕が、何らかのね、個人的な理由で実践型防具が必要になったらですよ。なったら、迷わず、当店よりも他店さん、その専門店から買うでしょうねって話ですよね。はい。次は、お店の、責任者さんに直接対応してもらいたいよねと。例えばまあ小物サポーターしない、こう、まあ安い剣道具とかだったらね、まだいいんですけども、何十万もする剣道具にね、一生もんですよ。なればなるほど、経験の浅いそのアルバイトさんとかには対応してほしくないかなと。怖いですよ。ほんと、売ってる私が言うから間違いないです。サイズの測り間違いや発注ミスだけでなくてね、やっぱりこう、コロコロ担当者が変わったり、辞めちゃったり、責任者不在、最悪電話に出なくケース、電話に出なくなるケースっていうのもやっぱありますから。やはり、最初からね、直接、それなりの立場の人に対応してもらった方が、お店の責任者はやっぱりその気持ちが違いますからね。はい。で、最後にですね、やっぱりいいことばっか言うお店ってのは信用できないよね。まあちょっとぐらい悪いところもある。知りたいって思うのが人間ですよね。でね、そこで考えたんです。当店の悪いところ何かなと。まあそれやっぱりね、他のお店さんより納期がかかることなんですよ。まあ職人さんが混んでるってのもあるんですけども、やっぱりね、いいものをじっくり作ろうとすれば、
それなりの時間っていうのはかかって当然なんですけどもね。だから今すぐ早く急いでっていう、こう、急いでる人にはね、やっぱ間に合わない。これが当店の最大の欠点かなと。まあ、欠点といってもね、それよりも、その職人さんを急がせて仕事が雑になるっていうのは、もうそれこそ最悪のケースでしたからね。はい、今日はそんなお話でした。ありがとうございました。